今の時刻は12時半です。12時半で今日は朝ちょっと雨降ってたけど、まあ今は大丈夫、曇りですね。はい。で、ここで知り合ったお名前は、あ、健吾って言います。健吾さん、はい、はい。で、何を注文したんですか？これはね、黒毛和牛のハンバーグ。お、黒毛和牛のハンバーグ、はい、はい、美味しいですか？いや、すごい美味しいですね、うん、おすすめです。はい。なんか面白いこと言って、自分の紹介かなんか。紹介ですか？うん、仕事は不動産関係の仕事をしてます。お、はい、すごい。場所はちょっと遠いんです。京田辺まで。京田辺な、はい、うんうんうん。今日は趣味だったんで、ブラッと、うん、自転車でブラブラしてた。うん、今日は日曜やから、はい、でも不動産屋さんやから。あ、違う、今日はね、月曜は昨日仕事だったから。ああ、そうか、今日、はい。ああ、そうか、そうか。代休で休みです。おー、たまたま来ました。ああ、オッケー。はい、以上です。はい、はい、ただいまの時刻はちょうど6時です。天の橋立に無事着きました。いっぱい荷物運んできました、こまごまと。もうこのアンロードするのはもう明日にします。お腹空いたから今からちゃんと晩ご飯を作りたいと思います。お、こうやってちゃう、ちや。はい、晩ご飯作ります。金閣寺から冷凍のものを持ってきて、ここに今入れてます。ここでちょっと今食べようと思います。うん、素晴らしい。1時間半ぐらい経ってるけど、まだ凍ったままやから、このまま冷凍にします。で、これもこれも、もう全部凍ったままやからもういいわ。これも冷凍にします。今日はもっと簡単なもの作って食べます。これがちょっと、でもまあ大丈夫やな。もう一回冷凍します。カレーを完食しました。まだお腹が空いてるので、千鶴子さんにもらった枝豆を今から湯がきます。塩を入れてます。生まれて初めて、枝豆を湯がきます。こんな感じでいいのかどうか。一応 お湯は枝豆下下ぐらいですね。で、一応蓋しとこうか。で、蓋して、このガスの量を絞ってね、吹きこぼれないようにこのぐらいで、どのぐらい待とうかな。10分ぐらいかな。はい、上手に枝豆がを茹でることができました。1個食べました。グッド。